本日は普段よりもより一層セクシーな声でお届けをしたいと思います。はい、こんばんは。小室由里の夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お願いいたします。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。早速ですけれども、コーナー紹介参ります。今週はまるっとゲストトークお届けいたします。現役男子高校生が性教育団体を立ち上げています。セクテルの大二郎さん、元久さん、マークさんに詳しくお話を伺っております。楽しみにしていてください。いわゆる大人たちがそうなの？と思うような情報満載です。このコーナーはありますよ、占い癒しどころ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週はセクシーなスイーツがテーマです。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。本日のサプリなお客様、なんと現役高校生の3人が来てくれました。タブーを超えて面白くクリエイティブにをテーマに活動しておられます、セクテルの大二郎さん、マークさん、元久さんの3人に今日はゲスト出演お願いしました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。夜サプリ最年少ゲストです。はい、そうなんですよ。ということで、まずは3人に自己紹介をお願いしたいと思います。まずは大二郎さんから自己紹介お願いしてもよろしいですか。久保国際学園高等部3年の福田大二郎と申します。現在性教育団体マークたちと一緒にセクテルとして活動させていただいております。本日はよろしくお願いします。はい、同じく高校3年生の瀬戸マークです。お父さんがアメリカ人で、お母さんが日本人で、アメリカと日本のハーフのマークです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。クモン国際学園の高等部3年の元木と青と申します。今現在マークと、大二郎とこの性教育団体のセクテルで活動しております。趣味はアニメを見ることです。よろしくお願いします。何のアニメ見るの好きなんですか。僕はラブコメを見るのが好きで、一番好きなアニメはちょっとラブコメじゃないかもしれないんですけど、ラブコメじゃないんかいSAO が好きです。 SAO が好きラブコメじゃない、ありがとうございますそんな3人に今日はゲストで来ていただいたんですけれども、3人とご縁をいただいたのが今月9月の、初旬に開催されました性の健康デーでのイベントだったんですよね。そちらで3人でブースを出しておられて、これはぜひ夜サプリパーソナリティとしてお話を聞かなくてはと思い、今日お声かけをさせていただいたんですけれども、そのブース
スの内容が、これを現役高校生のましてや男性がやるのか、いい意味でですよ、はい、それにものすごくびっくりしたんです。まずセクテルが今やっていることをご紹介いただいてもいいですか。簡潔にまとめると、2つやっていて、1つは高校生とか中学生を主にターゲットに、もっと日本の性教育をなんか分かりやすく、あとタブーな感じとかをなくしながら、どうやったら分かりやすく伝えられていくかなっていうことを常に模索しながら、例えばワークショップを行ってみたりとか、どこかで登壇したり発表したりとかしながらフィードバックをいただいて、また進化していく。それで中学生高校生にどんどん広めていく。それこそ学校に行って授業を行ったりとか、そういうことをしている傍らに、痴漢防止プロジェクトっていうものも始めまして、この痴漢防止プロジェクトは主な目的は、もっと社会全体的に痴漢に対する問題意識を増やしたい、向上させたいということで、この痴漢防止プロジェクトも同時進行で行ってます。これを男性の3人、はい、大二郎さん、元久さん、マークさんがやろうって思ったきっかけって何だったんですか。これは実は僕が痴漢見たのがちょっときっかけでして、はい、ある日ちょっと痴漢を目撃してしまって、何か声をかけようと思えば思うほどどんどん怖くなったりとか、でちょっと体が固まっちゃって結局声をかけれなかったっていう、そういうエピソードがあって、それがずっと心に残ってて、なんとかしたいなとはずっと思ってたんですけど、なかなかそういう機会はなくて、でも改めてこういう性教育とかの活動をしていく中で、やっぱり痴漢をされるとかっていう声も上がってくるんですね、はい、そういったことから、またちょっとなんかこれって特になんですけど、男性とかが痴漢に対する意識とかってちょっと少ないんじゃないの、低いんじゃないのっていうところから、もっと男性、もちろん女性も男女両方の痴漢に対するこの問題意識みたいなのを、男女その社会一丸となって何かできることはないかな、みんながもっと、自分は固まってしまったんですけど、何か行動しやすくする方法はないかなとか、そういうことを思い始めたのがきっかけでした。マークさんが実際に痴漢の現場にあった、体が動かなくなってしまった、この話を聞いてお二人はどう感じて、例えばどんな会話をされたのか聞きたいなと思うんですが、じゃあ元久さんからお聞きしてもいいですか。はい、僕はその最初マークと大二郎とその性教育の活動をしてて、いきなりマークが痴漢を見かけたって言って、でその痴漢を防止するプロジェクトを始めたいって言ってきたものなので、僕最初その断っちゃったんですよね、痴漢はちょっと違うんじゃないかって、僕たちは性教育の団体だから、痴漢はちょっとずれてるんじゃないのっていうことを言ってしまったんですけど、その1週間後ぐらいに僕の妹が、お兄ちゃん痴漢にあったんだけどって相談してきて、で、すごいタイムリーだなって思って、でその時に感じたのが、やっぱ悔しさだったりちょっと怒りだったり、その許せないなって気持ちが、家族がそういった思いをするのは本当に苦しくて、僕自身もなので、ちょっとマークの始めようっていう気持ちに乗った感じです。大二郎さんはいかがですか。僕自身、マークも元久もそれぞれ海外のルーツがあるんですけど、僕自身海外の生活が長くて、もちろんその性犯罪って部分では海外がすごく多いんですね、母数でいうと。けどそのやっぱり痴漢っていうのは本当に日本特有の狡猾な性犯罪だなってすごく感じて、なんかそこでなんか僕もなんかふつふつと怒りを覚えたところで、じゃあ一緒にやろうよってなった感じですかね。僕今のところ人生の半分ぐらい海外で過ごしてて、やっぱ日本帰ってきて、やっぱ満員電車とかってもう本当に日本特有のものじゃないですか、でなんか日本帰ってきて満員電車とかで、で僕自身痴漢を目撃したことはないんですね。でそこで僕自身多分そんなに少ないのかなっていう印象だったんですけど、調べたりとか人の話を聞いていくうちに、こんだけあるんだみたいなのをすごく
感じて、やべえな日本ってなった感じですかね。このセクテルプロジェクトを立ち上げたことで、周りからいろいろなご意見をいただくことも多かったんじゃないかなって思うんです。どんなご意見をいただいたのか、またそれに対してどんな気持ちになったのかっていうのをそれぞれにお聞きしたいなと思います。じゃあマークさんからお聞きしていきますか。痴漢防止プロジェクト始めてから、やっぱり女性が痴漢防止のプロジェクトとかをしても、何かそういう啓発活動とか行ってもなかなか男性には今まで響いてこなかったということで、男性が行うことで男性に届くようになるんじゃないかという、まあ、期待の声だったりとか、そういう活動が欲しかったっていうような声があって、あ、やっぱり自分たち男子で特に高校生だからこそ、今までと違った世代にその痴漢の重要、あ、痴漢問題の、まあ、重要性だったりとか再認識させられるんじゃないかなって思ってますね。そういう声もいただきながら、はい。僕はこのセクテルっていう団体を始めて、その始める前ちょっと少しメンタル面でちょっとやられてて、学校を休んでたっていう時期があったんですけど、そこからちょっと復帰してすぐマークが声をかけてくれて、このセクテルに入ったんですけど、で周りからはそのメンタル面でやられてた元久がすげえ生き生き活動してるぞっていう声をよく聞いて、その家族だったり友達だったりがすごく、なんて言うんですかね、嬉しいっていう声を聞いてて、僕自身もすごい生き生き、多分セクテルとして活動してる時が一番生き生きしてるんだろうなって思ってるんで、やっぱセクテルっていう活動をして生き生きできてる自分がすごい好きなので、この活動しててすごい良かったなって思ってます。では大二郎さん、お願いします。僕ら多分性教育の活動してて、どうしてもその大人世代、親世代の人たちと話すことが多くなるんですね。でそこでやっぱ女性も男性もその子供が痴漢されてほしくないっていう思いはすごくあって、女性とかは特になんか私たちの世代でなくせなかった痴漢をなんかやっぱり次の世代ではなくしたいみたいな思いが強くあるんですね。そこでなんかやっぱり僕らがこうやってやってくれてる、若い世代がやってくれてるのはすごく嬉しいっていう声はすごくいただいております。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング。プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下利光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。話を聞きたいんですけど、この性教育っていう、まさに大人たちが受けられなかった教育を学んで、かつ発信をしてるじゃないですか。大人たちに
これは言いたいみたいなことってあったりしませんか？あ、ちなみにこの番組ですね、基本大人たちしか聞かないんで、あの大人たちに物申すズバッと言っていただきたいなと思うんですけれども、まあ一つ言えることはまあありますね。お願いします。はい、なんか大人たちに物申すってよりか、大人たちに知ってほしいっていうことなんですけど、どっちかというと、はい、まあ、てか大人目線から見ると、もしかしたらあんまり今まで自分たちは性教育を受けてこなくて、でそれでも別に何かすごいトラブルとかあったわけじゃないんだから、先輩だったりとかそういう人たちに聞いたりして、なんとか自分でやっていけるものなんじゃないかって多分思われてる方が多いと思うんですけど、まあもちろんそういう方もたくさんいると思うんですけど、でも今ちょっと状況が変わってきてて、インターネットの発達がすごい問題だと感じてて、その自分たち今高校生で、高校生以下でも4歳から使えるなんかマッチングアプリみたいなのも出てきちゃったりとか、4歳、はい、対象年齢4歳以上のマッチングアプリとかも出てきちゃってて、もうなんか法律の穴をついたようなものがたくさん出てきちゃってるんですね。そういう観点から見てみると、ちょっともう少し若い世代からしっかり性教育受ける、やっぱり先輩から聞くとかそういうのだけではちょっと足りなくなってきてるんじゃないかなっていう現状をちょっと伝えたいっていう感じでしたね。ありがとうございます、マークさん。じゃあ大二郎さんは大人たちに物申す、ぜひお願いします。なんだろうな、その性教育、その教材どんどん発達してってるんですよ。開発されてる性教育の教材はどんどん発達してるんですけど、それに伴って学校がその発達してる教材を使ってるかって言ったら、そういうわけじゃないんですね。でなんかやっぱりその昔の教材とか省かれてるもの、教えやすいもの、なんか気まずくないものをやっぱり教師は選びがちになっちゃうっていうのを聞いて、うん、なんかせっかく発達してるんだったらって思うんですよね、僕はすごく、うん、教師の姿勢がそのやっぱ子供たちにも伝播するっていうか、教師が気まずくしてればしてるほど子供たちもなんか気まずくなる、でなんか社会全体的になんかタブーが深まるのかなっていうすごく感じるので、うん、まあ、そこはやっぱり一つ伝えておきたいかな。では元久さん、大人たちに物申す、好き放題言っていいですよ。はい、ありがとうございます。僕はもうこれだけですね、性教育は悪いものじゃないっていうことを伝えたいです。性教育ってやっぱりどうしてもやっぱ昔タブー視されてたり今もタブー視されてますし、その僕たちが知らない、まだまだ知らない、なんて言うんですか、歴史だったり、それはちょっと本当に申し訳ないんですけど知識不足としか言いようがないんですけど、その歴史だったりいろんなこんがらがったそのことがあると思うんですよ、奥深いところに、性教育の奥深いところに。やっぱり性教育って生きるために絶対に圧倒的に必要なものなので、絶対教えるべきことだと思ってるので、悪いことじゃないよっていうことを伝えたいです。さて今セクテルさんがチャレンジされているクラウドファンディング、先ほど拝見しましたら見事まずはサクセスしておめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。目標金額100万円で現在のところ110万円ぐらいいってましたかね。122万円ぐらい。おめでとうございます。はい、この番組が終わってプラス5日間ぐらいあるのかなと思うんですけれども、はい、ぜひこちらのクラウドファンディングのお知らせもしていただけたらと思います。僕らブースで痴漢について考えさせるキーホルダーについての紹介をさせていただいて、今全国の高校生に無償で痴漢について考えたくなるようなキーホルダーの無償配布を目指しています。で全国の高校に無償配布をしていきたいんですけど、やっぱり今100万円、まあ、サクセスはしたんですけど、今現時点だと8000人の学生ぐらいかなって感じなんですけど、もし今僕らネクストゴールを立てて150万円集めることができたら、なんと1万人の学生に、うん、地下機を無償配布することができるので、うん、よかったら皆さんご支援ご協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。テクテル
大二郎さん、マークさん、元久さんがチャレンジしているこのクラウドファンディング、インターネット検索のキーワードをぜひ教えてください。チカキクラファンでも出てきますし、セクテルクラファンでも出てきます。私も最大限の応援をさせていただこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日のサプリなお客様、本当に素敵なゲストに来ていただきました。セクテルをチャレンジしておられます大二郎さん、マークさん、元久さんの現役高校生男子3人に来ていただきました。ありがとうござい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 ました。踊れ踊れ私の占いサブリ、9月28日土曜日10時から東京の日本橋高島屋7階にありますトゥールームス日本橋で占いイベントに出店が決まりました。おめでとうございます。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。セクシースイーツで初期払い、それではセクシーに払っちゃうぞ。おひつじ座、これからの時期に食べたいのがチョコレート、チョコがたくさんかかったティラミスが好きよ。おうし座、秋といえばやっぱり栗よね。しっとりとした栗が立ってるモンブラン食べてみる。双子座、朝と夜とだいぶ涼しくなってきたわね。焼きたてのフィナンシェはおやつにぴったりよ。カニ座、まーるく膨らんだシュークリームもいいわね。私の唇の周りにいっぱい白いクリームついちゃった。獅子座、サクサクっとしたお菓子が好きだわ。ライオンの顔をしたクッキーを食べてガオーって言っちゃう。乙女座、カラフルな方がインスタ映えするじゃない。七色のレインボーケーキと素肌の私を写真に収めてね。天秤座、ずっしりとしたお菓子は食べ応えがあるわね。ザッハトルテって名前からしてしっかりしてるわね。サソリ座、結局ロングセラーが一番なのよ。シガールを食べて夜はあなたを星ガールなんちゃってね。いて座、プレゼントで喜ばれる洋菓子ならこれよね。チョコレートのコーティングをしたスティックラスクは先をつまんで食べやすいわ。ヤギ座、食感の変わったものもあるのよね。生キャラメルはお口の中でねっとりとろーりとろけちゃう。水亀座、ケースに並んだケーキって夢を見ているみたい。フルーツケーキはぎゅっと噛むと果汁が滴っておいしいのよ。魚座、
秋の味覚といえば梨よね。噛むと梨の汁がプシャーと滴って、デリシャス。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット八雲漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週は八雲先生のご担当でした。八雲先生、甘いのお好きですよね。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週はこのコーナーです。あなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USB プロファイラーの押したり構造先生です。さあ10月はどんなあなたの強みが知れるのか楽しみにしておきましょう。そしてですね、今週の土曜日9月28日そして9月29日は私三重県そして静岡県でセミナーを開催させていただきます。9月28日土曜日が三重県の四日市にありますヨガスタジオ D スタジオにて、親子で話せる大切なお話というテーマで性教育についてお話をさせていただきます。今月はプライベートパーツについて、翌9月29日も静岡県島田市、はい、パッと移動します、島田市にて同じくプライベートパーツについてのセミナーを開催させていただきます。詳細お申し込みお問い合わせは小室ゆりの X にて情報発信してまいりますので、ぜひお近くの方は足を運んでください。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮太さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。失敗のない人生なんて面白くないですね。歴史がないようなもんです。日本の実業家本田宗一郎の名言です。恋愛だって失敗したっていいじゃないですか。失敗を繰り返して痛い心を知って誰かを幸せにできるんだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から